オーベリン大学沖縄学入門、基地のある町に学ぶコミュニティパワー、ラジオディスカッションです。今年も東京オーベリン大学で行われる沖縄学入門、その講義のですね、現地フィールドワークを2月8日から12日の日程で、開催をしてきました。今年は新型コロナウイルスの影響でリモートで開催をしています。遠隔でミーティングや講義を開催できるオンラインアプリ Zoom を活用して、宜野湾の地域で活動するさまざまな人の話を伺ったり、自治会の活動を訪問するなどを行ってきました。宜野湾でのオーベリン大学沖縄学入門では、毎回恒例のプログラムとして、お世話になった宜野湾市民の皆さんに、このフィールドワークでどんな学びを得たか、最終日に FM 宜野湾の電波とウェブを使って市民の皆さんに報告するのを恒例としております。これから番組を通じてですね、皆さんにですね、オーベリン大学の学生が学んだことをですね、お知らせしていきたいと思います。お伝えするのは社会福祉士の稲垣悟です。宜野湾市社会福祉協議会の理事も務めております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、皆さん、まず、この番組に参加していただいているリモートでね、皆さん参加をしてくださってるんですけども、皆さんの、自己紹介をねしていただきたいと思います。お名前と、それから、出身地、そして今どこからこのね番組を、参加してるか、番組に参加してるか、それを教えていただけたらと思います。では一番最初、清水葵くんお願いします。はい、こんにちは、清水葵です。出身地は神戸市です。はいはい、兵庫県の神戸市で生まれました。はい、で、今 Zoom でこのですねラジオに参加しているのは、世田谷区から、東京の世田谷区から参加しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして矢部くんお願いします。はい、こんにちは、矢部克也です。出身は埼玉県の川越市で、参加も今川越市からしています。失礼します。はい、よろしくお願いします。川越からということですね。はい、それでは続いて久保田さんお願いします。はい、こんにちは、久保田しおりです。出身地は鹿児島県の奄美大島で、今も奄美大島から参加しています。よろしくお願いします。はい、久保田さんは奄美大島那瀬市ですね。結構近いといえば近い、琉球文化圏のね300キロぐらいかな、こっからだったらね。はい、那瀬大島から、参加してくださっています。次は、横村さんお願いします。はい、こんにちは、横村桃子です。私は東京都出身で、今も東京都新宿区からのラジオに参加してます。はい、新宿から参加ということです。よろしくお願いします。そして宮下くんですね。はい、こんにちは、宮下達也です。神奈川県の愛川町の出身です。今も愛川町からチームに参加しています。はい、神奈川県愛川町からの参加です。宮下くん、よろしくお願いします。そして、金井さんお願いします。こんにちは、神奈由紀乃と言います。出身地は埼玉県の狭山市というところで、今もその同じ場所からズームに参加させていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。埼玉県狭山市ですね。はい、そして最後、張くんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、張くんです。私は中国の天津市出身です。今は中国の山東省から参加しています。はい、よろしくお願いします。留学生なんですね。留学生で本来は東京にいるはずだけども、中国の天津からこうやってねリモートで参加している。多少時差はあるのかなと思うんですけども、こういうことがね、リモートでできるようになったし、これをこの公共の電波ですよね、ラジオに乗せて皆さんに聞いていただこう、これは電波に乗せて、宜野湾市民の皆さんに聞いていただくだけではなくっ
って YouTube でですね配信もされますので、まあ、全世界の皆さんにね聞いていただくことが可能だということですね。おそらくはこの大学の、フィールドワーク、特に現場での集中講義、集中フィールドワークではおそらくねこういったことをするのは初めてじゃないかと思うんですけども、まあ、ある意味、パイオニアの考え方精神でね私たちも向き合っていきたいと思います。はい、それから、今回のフィールドワーク1週間行ってきたんですけども、サポートですね、いろんな、マイクの調整、それからカメラをハンドリングしたり電波を確保したりとかですね、もうさまざまな部分をですねサポートしてきました沖縄出身の2人の学生を、紹介したいと思います。はい、じゃあまず手前の奥間さんからどうぞ。那覇市出身の奥間千夏です。よろしくお願いします。はい、奥間千夏さんよろしくお願いします。そしてうるま市出身の稲福咲です。よろしくお願いします。はい、うるま市出身の稲福咲さんですね。この2人には、この1週間、一緒に動いてもらいました。画面の向こうの学生の皆さんともですね画面通じてねつながっていただきましたので、今日は少しコメンテーターオブザーバーという形でね入っていただけたらと思います。はい、では早速ですね、このフィールドワークでどんなことを学んだのか関心を持ったのか、これを学生の皆さんにですね、報告をしていただく、そういう時間を作っていきたいと思いますが、大きく3つに分けてですね聞いていきたいと思います。実は、皆さんこの1週間で主に地域を中心ですね自治会とかですね地域の皆さんと触れ合うきっかけ、これもちろんリモートですけどもねそういうことをしていた、ったんですけども、皆さんに、まあ、お聞きしたところほぼ3つのですね関心事あるいは、課題意識を持ったテーマ3つに分かれたんですね。1つは、まあ、子どもの貧困、まあ、沖縄は非常に子どもの、貧困問題、まあ、それはひいては、世帯とかね保護者が経済的に厳しい状況にあるということの裏返しではあるんですけども、そういったですね沖縄の経済的課題、子どもの貧困に関して、関心を持ったという人たちですね。これが一つ。二つ目は沖縄のある意味特殊と言ってもいいかと思われるこの交通事情ですよね、自動車依存社会であったり、あるいは公共交通がなかなか使いにくいであったり、こういったところに非常に問題意識を持ったという皆さんもおられます。3つ目は、まあ、多様性に富んだコミュニティ、今回テーマがですね基地のあるの町に、基地のある町に学ぶコミュニティパワーというテーマで、学んできたんですけども、やはり各コミュニティいろんな支え合いがあった、多様性に富んでたわけですね。このあたりに非常に面白いものを感じた、本土にはないようなねそういう取り組みだなと思って、問題意識持っていただいた方が多かったということで、この3つのテーマをですねに分けてね皆さんとお話を進めていきたいと思います。まずでは1つ目いきましょうね。子どもの貧困ですね。このお話、このテーマについて関心を持ってくださったのは、3人いらっしゃいます。宮下くんと久保田さん、そして横村さんですね。横村さんはその後の交通事情にもね関心を持っていただいたということで、横村さんは、交通事情の方でも少しお話しいただきたいと思います。それからあと中国出身の張くんですね。張くんもやはり中国にはないようなシステムもあったり、中国ではもっと厳しい状況もあったりとか、そんな話をですねしてくださいました。そのあたりを聞いていきたいと思いますけど、まず宮下くん、はい、マイクオンにしてくださいね。はい、どんなところに非常に関心を持ったり問題意識持ちましたか？その、まあ、一番驚いたのはその中学生がその受験が差し迫った1月2月にならないと勉強にエンジンをかけられないっていう問題があって、それは多分あの家庭の妹や弟の面倒を見なきゃいけなかったり、その母子家庭とかですとそういった問題があって、なかなか勉強の方に時間を割きたくても割けれないっていう事情があるのは大変問題だなって思いましたね。はい、これ沖縄あるあるなんですよね。1月2月になってやっと受験に、このエンジンがかかる、スイッチが入るみたいなんね。でこの背景にあるのが、まあ一つそのいろんな
家庭の経済事業事情が悪かったり、子どもたち特に弟妹の面倒を見なきゃいけないとかいうのもあってですね、勉強に集中できないとかいうこともあれば、なかなかその社会の機運がね、そうもうまくね、あの 受験に受験モードにならないみたいなね、そんなところもね あったりしたかと思いました。はい、次、まあ同じ子どもの貧困で久保田さんもですね、子どもの貧困に対して、問題意識を持ったということですけど、どんなことに問題意識を持たれましたか？はい、家庭の貧困がその子どもの何だろう、なんか勉強格差につながったりする部分が奄美大島ともちょっと似ていて、やっぱりさっきおっしゃられたように中学校の受験勉強に対するなんだろうモチベーションがちょっと意識が低いとかいう部分も奄美大島でちょっと共通している部分が多いなって感じたので、すごいなんだろう親近感を感じました。すごいやっぱり似てるんですかね、その、はい、意識としては何かこう島国の人なので、あるいは同じ南西諸島に住む住民の子どもたちとしてちょっと似てるところがあるんかなっていう感じで、久保田さんも、高校までは大島にいらっしゃったんですね。はい、ずっと、はい、大学からやっと東京に出ました、うんうん、はい、高校受験の時やっぱりスイッチ入んなかったんですか？実は私高校受験の時一切勉強しなかったしなかったんですけど、本当はダメなんですけど、やっぱめんどくさいなっていうのもありますし、なんか勉強する環境っていうか一生懸命頑張ってる人が少ないと、なんか自分も頑張らなきゃっていうふうにはならないので、やっぱそういうところでも大きいかなって思います。なるほど、その辺はよく似てる環境があるのかなと思いましたけど、もう一度宮下くんそこ聞いてみたいと思います。宮下くんは高校入るときどうでした？スイッチ入るの早く入れたんですか？そうですね、もう中学校3年生のもう中学3年生になったぐらいからもういろいろやり始めるとまずいなと思ってやってましたね。準備は早くから、はい、スタートしたということなんですね。そうですね、なるほど。だから何かこう昨日の議論でも出てましたけども、東京とそれから沖縄奄美ではですね、何かこう緩やかさが違うというのか、そのあたり、千夏さん、さきさんどうでした？実際ご自身の時も振り返ってみると、私の場合は中学受験したので高校受験を経験してないんですけど、やっぱり周りを見てると、なんか緩い時間を感じますね、ゆったりしてましたゆったりマイペースに、マイペースでもそれでも希望校には入れたということなんですね、はい、先輩でこの自分の行きたい大学に通っている方だったり、あと先生もすごい頑張れて応援してくださったので、その気持ちに応えたいなっていう思いでちょっと半年前くらいにやる気入れて頑張りました。なるほど、少し目標があったら何かこのスイッチの入り方も違うという感じが言えるんでしょうかね、はいはい、ありがとうございます。では横村さんに聞いていきたいと思いますね、子どもの貧困に対しても関心を持ったということで、どんなところ、ここまでの2人は、子どもたちがこの高校受験でのスイッチが入り方があり、その背景には貧困もあるかなという話してくれましたけども、横村さんはどうでした？はい、私自身が母子家庭育ちなので、やっぱちょっとその子どもの貧困とか言うとちょっと親近感が湧くところがあって、興味を持っていたんですけど、今回その実際にその子どもの貧困問題に関わる方のお話を聞いたりして、明桜大学の方の学生さんの生の声とかも聞いたりして、やっぱ沖縄にはその貧困がゆえに勉強ができなくて高卒で就職して、で若くして結婚してまた子供を産んで、でもやっぱ
ちょっと若くて学歴もないから収入が低くて、またその子が大学とかにも進学できずにそのまままた同じ循環を繰り返してるっていうのを聞いて、すごいやっぱ私も母子家庭で少なくとも苦労がなかった人生とはあんま言えないんですけど、でもやっぱそれ以上に沖縄の子どもたちの方がもっとちょっと大変な状況なんじゃないかなというふうに思いました。この貧困がこの親から子、さらに孫に連鎖をしてしまっているというところが、少しこの課題というのかね、問題意識を持ってくださった沖縄の貧困問題の非常に大きなところだなということをね感じてくださったんだと思うんですけども、横村さん自身、沖縄がこの離婚率が非常に高いとかいうこととかはあまりまだ知らなかった、沖縄イメージはもっと違ったイメージがあったんですね。はい、そうですね、もう沖縄に対しては本当お恥ずかしいんですけど、やっぱ修学旅行で行ったっていうイメージが強くて、やっぱ観光的なイメージが強くて、この沖縄学入門の授業を受けるまでは離婚率が1位とか、大学進学率とか高校進学率もあまり良くないっていうのを知らなくて、なんか沖縄のその観光地とかのその楽しい面じゃなくて、あまり表に出されないような面を見て、すごくなんか勉強になったというか、こういう連鎖している沖縄の貧困ですね、子どもの貧困、子どもが特に厳しい状態にある、これを地域でなんとか頑張って支えていこう、基地のある町に学ぶコミュニティパワーというテーマでしたけど、コミュニティのパワーがですねすごく生かされているというか、すごく子どもたちの支えの力になっているというようなことをですね、今回いろいろ出ていただいた、方にお話伺ったと思いますけど、そのあたりで何か感じたことありました？はい、これ横村さんでいきましょう。はい、いやでもやっぱり、そうですね、もう地域の人がすごくもう一丸となってその子どもの貧困のためにすごい活動しているっていうのを聞いて、特に私は山学校のお話を聞いて、その子どもを第一に考える、で子どもだけじゃなくてその根本の問題を解決するためにその家庭との連携も、取ったりとかしていて、で必要であれば他の、行政とかとの機関ともつなげるっていう役割を持ってるっていう風に、お話を聞いて、すごいもう本当にいろんな面ですごいいろんな方向から子どもたちのためにサポートしてるっていうのを聞いて、本当にちょっとうまく言えないんですけど、すごいすごいなというか、本当にこんな風に活動している方がいるんだっていうのを知ることができました。はい、根本の問題、背景にある課題のをまず解決する、例えば保護者がやはりそれだけ厳しい状況にあったりするのをまず解決をしていくということですね。そしていろんな方向から支援が入っている、こういったことを、このフィールドワークで、お話をしてくださった普天間山学校の、遠山陽子さんのお話の中ありましたよね。なんかこの辺りは多分本土の仕組み、貧困の状態自体がそのものがですね違うということもあるし、またそこに関わってるその地域の人たちがですねこの深く関わって、一つになって頑張ってる、こういったところもね沖縄の特に宜野湾の良さであるということをですね、気づいていただけたのかなと思います。沖縄の学生としてこの辺りどんなふうに見ました？というと、何ですかね、なんかやっぱり自分が小さい頃小学生の時とかは、なんか貧困っていうのを結構目に見えて分かるような感じだったんですけど、今となれば分かる、昔は分からなかったので、でもこういうふうに裏でちゃんとサポートする場所があったっていうのは全く知らなかったので、もっと大々的には難しいかもしれないんですけど、もっと広まって支援していた、支援される子どもが増えていけばいいなというふうに思います。はい、支援の手が増えればいいなっていう感じよね。さらにもっと広がったり、さきさんどうですか？
その山学校にお邪魔させていただいたり、他にもその子どもの居場所として機能している場所にも行かせてもらったんですけれども、すごいこう受け入れる側 の優しさというか雰囲気がすごい私は好きで、これはなんか好きになっちゃうなっていう感じだったんですけど、こうそういうような優しさを持っている人沖縄にたくさんいるなって思ったので、そういうのがこう居場所以外の場所でもこうなんか発揮できるような、発揮できるようになったらすごいもっといいなって思いました。はい、そうですよね、居場所以外の部分でもということですよね。さてこの、子どもの貧困、最後チョークにですね、まあ、中国との比較も含めてですね、どんなふうに感じたのか、中国のからの留学生として日本のこの子どもたちの現状をどういうふうに見たかという話をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか、チョーク。はい、まあやはり私は、沖縄の特にその宜野湾市の、まあ、現状から、まあ、中国の貧困地域の現状を思い出しました。中国は実は、沖縄ともうほぼ同じ問題に、特に農村地域でほぼ同じ問題に直面している。その、まあ、問題の解決策にすごく関心を持っています。まあ、やはり中国は、まあ、沖縄に比べてもっと厳しい状況ですよ。はい、農村地区というのは例えば西の方の聖域とかウルムチとか、ああいったところですかね、はいはい、あるいは、元中央部、はい、広東省の奥の方とかそういったところなんですかね、少数民族が多いところとかいう感じですか。そうです、沖縄と共通しているところもあればもっと厳しい状況もある。まあ、それは普通にもうご飯を食べることがもう厳しいということもあってということですかね。今はご飯はあまり問題ではないです。でも収入はとてもまあ低下です。はいはい、収入が低いんですよね。それは低いです。中国の都市部とものすごく格差があるという感じですか。まあ10倍20倍くらい。ああ10倍20倍沖縄ではまあ10倍20倍ということではない、格差社会ではあるんだけどもそこまではいかない。やっぱり見た感じは普通に家には住んでるし、まあ学校にも行けてるけど、もしかして学校にも行けてないようなケースは中国にはあったりするんですか。はい、ありますよ。はあ、そうなんですね。あります。はい、はい、なんか改善策っていう話出ましたけど、例えば沖縄でこれ改善するとしてどんな方法があるとかって感じたりしました。まあ、やはり一番の問題はやはり、まあ、沖縄の経済の問題を解決すべきと思います。まあ、特に沖縄の、まあ、人材の確保という問題を、はい、一番重要と思います。例えばその沖縄地元出身の人、まあ、沖縄に、まあ残せるように、まあ、取り組み必要です。まあ、そして、まあ、外国の人材の表彰も重要と思います。沖縄は本来、まあ、アメリカ人と日本人と、まあ、共通に生活している多文化の、まあ、島だから、まあ、その生活の標準も、アジアの他の国、例えば中国、韓国もベトナムもより良いと思います。まあ、もし日本の政府とか、沖縄県の政府とか、その外国の人材の供給することを、励むと、まあ、という制度を整えれば、まあ、沖縄の特にその少子高齢化と労働力不足の問題を解決することができると考える。はい、そして外国の、まあ、その資本の投資も重要だと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。人材登用が、ね、大事だという話だったんですね。特に、まあ、地元の沖縄の人をきちんと育てるいうことと、もう一つ沖縄は、まあ、戦後アメリカ人とそれから日本人がこう一緒に、生活をしてきて多様性に富んでいる、
まあ、そういったところをですね重視することも必要ではないか。そして生活水準はアジアの他の国に比べたらそれでもやっぱり高い方なので、そこも考えながら人材活用する、外国人の登用なんかも考えてはどうかという話でしたけど、まあ本当にこれがね実現したいっていうのはありますよね。ねえ、はい、チョークもぜひ何らかの形でまたね沖縄に今回来れなかったけどもぜひ来てですね何かの形でね人材になっていただけたらなと思いました。はい、ありがとうございました。ここまで、まあ、子どもの貧困ということをテーマに、問題意識を持ってくださった学生の皆さんのお話を伺ってきましたが、次は交通問題に行きたいと思いますね。はい、交通問題、沖縄はまあ住んでいるとだんだんこの何が特殊か分からなくなってくるんですけども、実は他県の人から見るともう相当に変なことになってるんですよね。まあバスはたくさん走ってるけどみんなガラガラだし高いしみたいな、そしてみんな車に乗っていてという状況ですよね。朝晩の渋滞はもう当たり前、それをただこのねひたすら耐えに耐えて渋滞の中にいるみたいなね、そんな状況あると思うんですけども、この交通問題に対してこれが貧困に絡んでるんじゃないかみたいなことも含めてですね、問題提起いただきました。まずこれ清水くんいきましょうかね。県民にとっての交通というのはどういうもんだみたいなことをねすごく感じてくださったと思うんですけど、清水くんいかがですか？そうですね、まあ、各地域の話を聞いていく中でやっぱり交通の不便さと、あとやっぱり貧困だとか、あと高齢化している中でのその高齢者への影響だとか、そういう本当にいろんな問題にすごい関係する中で一番改善しなきゃいけない部分が交通問題だなっていうふうのをこの中で一番感じさせられましたね。まず実はこのリモートフィールドワークが始まる前まではどちらかというと沖縄っていうのはその国防 の要石みたいな感じ でしかその乾いた目でしかちょっと見てなかった部分があったんですけど、いろんな話を聞く中でまずバスが不便だ、ま、ずとか、あと実際地図を見てみたらユイレールしか走ってないみたいな、そう、何も他の、まあ、鉄軌道っていうんですか、鉄軌道とかそういうもの全く走ってない状態で、もちろん鉄道がないので真ん中のその別の鉄道、別の線と線を結ぶフィーダー交通ってありますよね、あれとかも全く充実はもちろんしない状態なので、その状態で自動車社会ってなると本当にバスも滞りますし、ダイヤ通りに動かないですしっていう問題がたくさんたくさん本当に質問させていただく中で聞けたので、やっぱり意識からの問題、意識をそのみんな、自動車に乗るっていう、乗らないとどこにも行けないっていう意識から、バスもこういう便利だよとか、そういう他のところに目線を向けられるような、そもそもの意識を変えなきゃいけないっていう、その技術面以外 その精神的な面も変えなきゃいけないっていうことを本当に最後の授業まで聞いてやっと気づけた部分だと、はい、思います。はい、ありがとうございます。高齢化とかその高齢化が進む中で高齢者が動けないということにも直結しているということですよね。そして、清水君の気づきとしては、まあ、民間が軸となっていろんなこの課題解決、子ども貧困とか行われてきたんだけども、実はこういうね鉄道を走らせるとか島全体、県全体で一つ大きな、社会的課題に対して、まあ、どうやってそこを開発しながらですね問題解決していくのか、県レベルでの大型の計画があまり進んでいないんではないかというようなね印象もね受けられたという話をね伺って、ああなるほどなと思った。私たちも今回フィールドワークで個別の地域の課題のことをねずっと追っかけてきたんですけども、県レベル、沖縄本島全体を通しての大型の規模のですねこの社会
革というのかね、社会の課題を解決するところになかなか目が向かないですよね。この辺のことは清水君は何かその県レベルで大型の規模で何かどうしたらいいんだろう、いいんじゃないかみたいなことを思ったりはしましたか？そうですね、実際にあの、まあ、県レベルでかどうかは分からないんですけど、うん、あの実際に稲垣さんもおっしゃってたように、あの那覇 と、名護を結ぶ、うん、あのまあ、都市圏、あの沖縄都市圏を結ぶその、はい、あの鉄道ができたらいいなというか、うん、その計画が今実際に一応 紙だけではありますけど、うん、まあ、書類だけではありますけど、うん、一応プラン、うん、あのプランというかアイデアとしてはあるよっていう話を聞いたので、それもいろいろ調べてはみたんですけど、あのやっぱり基地がやっぱりできた頃だと、あの土地はまだたくさん、あの住宅地、特に住宅地なんですけど、あの近くにはなかったりとかして、騒音問題とかも特にあの問題は、問題として本当に重要な問題として挙げられることは少なかったと思うんですけど、やっぱり基地の近くまであの住宅地が迫ったりとか、そもそも土地がないっていう問題とかで、あのその鉄道を敷設するにしても地下鉄かなとか思ったりとかするんですけど、そもそも地盤が弱かったりとかサンゴだったりするんで、あのまあ下掘ったとしてもそれを支える技術とか長期的に耐震とかの耐える技術がまだあるかっていうのもちょっと懐疑的ですし、いろいろ問題はあるなっていうのもある中で、やっぱり一番それを突破すれば一番あの特効薬みたいなものにはなるんじゃないかなっていうふうなのを調べてて思いました。はい、ありがとうございます。授業をきっかけにいろいろ調べてくださいましたね。その沖縄県の沖縄の地質から見てですね、やはり鉄軌道地上を走るのがこうやっぱり結構厳しいので、まあ、地下はどうかというあたりまでね見ていただいたということですけども、清水君が少しコメントしてくださった中で、まあ今沖縄県民というのはですね、バスを、バス停まで5分かかる、それが苦痛なんだというね昨日議論があって、そこに対してどうやってその、車で移動しなければそのなかなかちょっとコンビニも行きたがらないような、なんかそのなんかこう環境というのかね、心構えをどう変えていったらいいんだろうっていうね話もあって、そこにすごくねあのコメントもいただいて、この問題は清水君的にはどんな風にしたら変えれると思いますか？東京なんかとはもうはる、まあ、真逆のね世界だと思うんですけどね。そうですね、そうですね、本当にあの今まで住んできたあの神戸だとか、うん、あの神戸だとか今世田谷区住んでますけど、あのまあ、電車とバスが基本で、あまり正直車すごいは使わないんですけど、うん、あのっていうのと比較した中でやっぱり本当にさっき言った意識の問題なので、それを直すって言っちゃダメですけど、うん、あのそれをあの鉄道をあの設置することにプラスな面としてあの変えていくのであれば、うん、半ば強引ですけど、あの自動車税をいきなり上げるとか、はあ、あのそういうあの本当に他の産業に影響は出ますけど、あのそういう方法しかないと思うんですよ、短期的に見たら。なんですけど、やはり長期的に変えられたら、その本土化というか、そのあのいろんな沖縄の習慣の本土化みたいなところを進めていく上では、やっぱりうん、短期っていうわけには本当にいかないと思います。今みたいな強引な案しか出ないような気がしますね。ありがとうございます。あの非常にいい視点をいただきました。実は沖縄ね、自動車税は一緒なんですけども、重量税が安いんですね。それから車の自動車保険も安い、つまりちょっと割安なんですね。でこれ逆にやっぱり高くした方がいいんじゃないか、これタバコ税と一緒ですよね。ね、あのやっぱりそういうふうな何かこう環境負荷も考えて社会全体でこの流れを作るようなこともね必要だというのは確かにね、このあっていいかなと思いましたね。清水君ありがとうございました。次じゃあ横村さんもね、あの同じように交通問題のことに関心を持ってくださってます。どんなところが気になりました？
私は東京で、まあ、生まれ育っているので、まあ、やはりもう交通の便はとってもいいというか、まあ、バスも電車もたくさん本数があって、もう電車なんか3分に1本来ると言っても、まあ、間違ってないくらいの本当になんか交通の便がいいとこに住んでいたので、やっぱ沖縄の方のその5分歩くのがちょっと辛いっていう感覚がやっぱ分からないというか、すごい、あ、そんな感覚を持つ人もいるんだっていうふうにちょっとそこにまず驚きがあって、でやっぱでもそのまあそのお話をこの1週間で聞いていて、でなんか例えば歯医者、子供を歯医者に連れて行きたいけど交通機関のその料金が高いから連れて行けない、まあ、だからちょっと歯医者には行けないとかいうのもあるっていう話を聞いて、やっぱ子供のそのまあ貧困ともやっぱつながってる、清水さんもおっしゃってたんですけど、まあ、子供の貧困ともつながってる部分があるなというふうに思って、で、まあ、なんか近い将来その無人運転とかが普及したらその高齢者による事故も減ったりとか、そういう面にもつながると思うんですけど、やっぱ環境問題の面とか、まあ、普及までにかかる時間とかを考えても、やっぱまあ、もっと、まあ、東京ほど便利にしなくてもいいと思うんですけど、やっぱ交通機関の整備は必要なんじゃないかなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。この歯医者に、ね、連れていく、まあ、バス代がないという切実な問題、特に少しこの僻地なんかがね大変なんですよね。例えばうるま市というね、さきさん の出身地、ここはまあもともと離島だったところがね、その道路でつながったり橋でつながったりしてるんですけど、離島に住んでいるお母さんが歯医者さんに行こうと思ったらバスで15分行かなきゃいけないんですけど、まあバス代が高いんですよね。ね、でまあ本数も少なかったりとかね、でもやはり経済的に厳しいから車も持ってない、だからもう連れていかないんだみたいなことは、まあ、沖縄ではね比較的見られることかも分かんないですけども、うん、横村さん的にはこの状況って何か例えばどんなことを したらいいかみたいなってアイデアとかあったりしますか？なんか思いつきでいいんですけどね。本当に思いつきというかあまり効果が見込めないかもしれないんですけど、うん、やっぱりその今 その沖縄がその交通の便が良くない、それを改善しようということをまあ伝えていく、広報していく、例えばそのまあ高齢者の事故が多いとかで、まあ、免許返納の問題であればやっぱりそのあのお話を聞いた際にもおっしゃってたんですけど、やっぱ免許返納したらどんなメリットがあるかっていうことをすごいどんどんまあ多くの人にその伝えていくっていうことが本当に長期的で効果も絶対に見込めるというわけではないんですけど、やっぱ必要なのかなというふうに思います。なるほど、やはり、まあ、免許返納のメリットを、まあ、この明らかにして、まあ、車を減らして公共交通に乗る人を増やしていって、それによって料金を下げていく、そういうことがまあ必要だということありますよね。はい、なんかねこれ沖縄にいるとなかなかこういう視点が出てこないし、みんなどうしても車にこう安易にこうね頼ってしまうのでね、まあこれ本当にね県外の若い人たちのお話としてですね、ぜひこれ宜野湾市の皆さんにも聞いていただきたいし、行政の皆さんにもね聞いていただいてね、あのバス会社の皆さんも聞いていただいてですね、改善につなげていけたらと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてじゃあ3つ目ですね、沖縄の宜野湾のコミュニティの多様性が非常に良かった、面白かったというお話をですねしてくださってます。まずは矢部くんいきますかね。大駒だらをね地域で育てているという事例にですね、今回リモートフィールドワークをしました。どんなところに感動しました？そうですね、あの大駒だらを保全とか鑑賞するために、うん、場所をみんなに鑑賞してもらうために、うん、こうあの地域の人たちの力であの公園にこう施設を作るっていうのがすごいあのこっちの方ではあんまり見られない活動だなと思ったので、そういうの大体専門家の人たちとかしかやってくれないんで、だからそこがすごいなと思いました。まあ、専門家ではなくて地域の人がまずその蝶の生態を知っていて蝶を育てようということがまずびっくりなわけですよね。
でそしてまあそこに普通の公園にその大ゴマダラをこの育てて、そして中でこう飛ぶ姿を外からでも見える、それから子どもたちの希望があれば中に入ってね、蝶を間近にこう見ることができる、場合によっては幼虫をこう掴んでみて、その掴み方をね覚えていくとかね、そんなことをねしてましたよね。でこういう、まあ、公園に普通建てれないんだけど、これを地域の熱意によって、今までの公園の管理のあり方を行政に少しですね何かこう考え方を変えていくようなきっかけになるような、行政も実は公園管理というのは悩んでるんですね。公園がうまく使われないというか利用者が減ってるというのもあるし、もっともっと市民に使ってもらうにはどうしたらいいんだみたいなところがとってもあって、そこが、まあ今回の地域が提案してやっていく中でとてもねハマったと思うし、そこに地域のね皆さんの熱意があったと思うんですけども、まあ、環境保全というところでもね非常に意味がねあるかと思うんですけど、これ実際にこの平さんというね方がこの大ゴマダラの家を実質自治会で管理をしてくださってるんですけども、この平さんのお話を聞いて何か矢部くんは感じたりするとこありましたですか？そうですね、なんて言うんだろう、最近の子どもたちって、まあ、沖縄はちょっとよくわからないんですけど、こっちの本土の子どもたちってあんまり虫を触ったりとか、幼虫の、その大ゴマダラもそうですけど、蝶の卵から幼虫までこう成長過程を見るっていうことがなくて、なんかこういきなり蝶みたいな、なんかこう成長過程を見ていくことがあんまりないんですけど、平さんの話の中で大ゴマダラの家ではこう卵とかも素手で卵とか幼虫とかもこう直で確認できたり、こう素手で触ることができるみたいな、戯れることができるみたいな、ちゃんとそういうなんて意図をしてるかどうかわからないですけど、そういう子どもたちのこともちゃんと考えて、大ゴマダラのことだけじゃなくてみたいな、こう地域性っていうかコミュニティの強さを会話の中で感じましたね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、いきなり蝶、確かにいきなり蝶ですね、うん、都会とか言ったら多分そんな感じなんだろうけども、今矢部君がね指摘してくださった、教えてくださった、まあ、地域で子どものことを考えてやっているというね、そこが非常にこの地域の取り組み、多様な地域の取り組み方として非常にね、この普通じゃありえないようなねところだなと思ったですけども、沖縄の2人は昆虫触れるんですか？私は大ゴマダラの幼虫はちょっと触れないんですなんか小さい時、子供の時セミとか触れたんですけど、今ちょっと気持ち悪いなって思っちゃいます、まあ、沖縄でも実は昆虫が苦手な、ね、人はちょっと増えてきたり、鳩が苦手な人も、ね、いたりするよね。鳩嫌いでしょ大嫌いって言ってますけども、で割とね沖縄って自然結構ね多いんだけども、沖縄のこの若者もうですね、実は自然からちょっと遠ざかってる感じがあるんですね。なんかこういうことも含めて地域の方でですね、まあ、取り組まれているすごいことだなと思ったり僕たちもしましたですね。あとまあ沖縄でこの動植物の取り組みっていうのは他何かあるかなかね、地域でということになると、うん、猫どうですか？猫あれですね、なんか FM 宜野湾の活動でなんか猫の保護したりしてるっていう話を聞いてて、なんか結構野良猫とかが沖縄多いのかなっていう気もしますね、うん、これはオービリーの皆さんは沖縄に今回来れなかったのでそこに気づくことができなかったんですけど、猫が多いんですよ、野良猫がね。そして、まあ、それを地域でどうやって、それはまあその野良猫が多いのはまあ、捨ててしまうというのもあるけど放し飼いも多いというねテーマがあったりして、でも地域でなんとかその猫たちを、まあ、殺処分の、ね、数が沖縄は全国でダントツで多いということなんだけども、
やっぱり地域でなんとかね、大事にしていこう、去勢手術もしていこうみたいなこともねしてたりするんですけど、はい、さきさんは猫好きなんですよね。猫大好きです、うん、地域でどういう風にみたいなって考えたりする？地域、うん、猫をどうやってこう育てていくみたいなことに対してさきさん的にはどんな風なことを考えたりしますか？あ、どうやって育てていくですか、うんうん、そうだな。でもちょっとみんなで餌とかあげちゃうと、うん、うん、やっぱ家に住んでしまうっていうか来てしまうし、でまたちゃんと去勢手術も受けてない子だったらまた子供が増えて増えてってなって、うん、で猫の糞は結構匂いがきついっていう部分もあって、こう衛生的にも良くないなっていうのはこう地域の皆さん感じていることだと思うので、こう放し飼いっていうのはちょっと厳しいなっては衛生的な面では思います、はい。まあ、猫はまああれよね、やっぱりどうしても地域の中で害が出てしまうので、まあ、なんとかいうことで、大ゴマダラの場合は逆にこの距離があまりにもできてしまっているので、まあ、沖縄の蝶にもなっているのに、まあ、触れなかったり見る機会も減ったり、だからもうちょっとそこをねみんなでこの見れるそういうような場所を作っていこうということで、矢部君も少しリモートでどれぐらいこのね見れたかちょっとわからないんですけども、大ゴマダラの餌になるね、蓬莱鏡というそういう食草を、その大ゴマダラの家の近くにいっぱい育てていて、なおかつ地域でも300人の方がねこの食草を育てるのに、活動しているということで、まあ、本当に地域でね取り組んでいるということだったんですけども、ぜひなんかね矢部君もですねこういう地域の ご自身のね地元に帰ってですね、またこういうことを伝えていただいて、まあこういう取り組みが将来ねできるようなそんなことになればいいかなと思いましたです。ありがとうございます。はい、続いて金井さん最後ですね、まあ、コミュニケーションが非常に多様だという話をですねしてくださいました。地域のコミュニケーション力の高さ、特に、まあ、子どもとか高齢者にとどまらずですね、本当に多様な主体が、老若男女に全てに関わっているというお話をねしてくださいましたけど、どんなところに関心というのか、問題提起も含めてですねあったら教えてください。そうですね、一番そのさっき話されていたように、その団体の中、例えば山学校さんの中でも子どもに積極的に関わるんだけど、でも子どもの問題を解決するためにお母さん方の方に関わったりとか、その何だろう、自治会でもその自治会に関わってない人の中でもその人たちがなんか問題抱えていたらその問題を解決しようっていうところに、やっぱ何て言うんだろう、コミュニケーション力の多さっていうのを感じていて、何かその問題か、何か問題っていうのはやっぱ何だろう、すごくあんま何て言うんだろうな、関わりはないかもしれないんですけど、その貧困問題を解決するためにさまざまな団体の方々が頑張ってるっていうのは分かるんですけど、その団体と団体の連携力がとても曖昧だったり弱まってるっていうのがちょっと話の中に出てきたところがいくつかあって、その連携の力をまず力強いものにしないと貧困問題は解決しないなっていう問題はちょっと考えていて、でその中でその貧困問題を解決するための連携力を高めるためにコミュニケーションをたくさんしてるっていう印象がありました。あ、なるほどね。さまざまな団体が活動している、活躍をしている中で、どうしてもそれぞれの動き、そこのつながりによってこのね連携して動くというところが弱い、それを、まあ、地域のコミュニケーション力で、解決をしていこうという姿が見えたということですけど、何か特に印象に残ったそのコミュニケーション力みたいなっていうのはあったですか？
やっぱり本当その自治会長さんの話の中にあったその自治会に入っていない人のところにもその様子を見に訪問してそのちょっとお話をしたりとか、なんかゴミ出しのなんか事情があってちょっとゴミが出せない人のお宅に訪問してお茶をしたりとか、その子どもをその家にちょっと帰りたくないっていうちょっと家に抵抗がある子どもを見送っていく中でちょっとお母さんの様子を見たりとか、あとその FM 技能さんが始めようとしている家事代行サービスっていう、なんか少しでも家庭に関わろうとする、なんか本当少し1分でもいいからその親とかその地域の方々に関わろうとする姿勢っていうのにすごく驚きを感じたというか、なんか負けないっていう積極性っていうのを感じました。ああ、ほんの1分でもっていうのはありましたよね。例えば子どもたち、子どもの居場所に来ている子どもを、お母さんのところに届けるときにもわずかな時間を使ってお母さんと少しずつ信頼関係を作っていこうというような、それによって距離を縮めていきながら、お母さんにまず信頼をしていただかなきゃいけないなっていうのは、これ普天間山学校のね遠山さんのお話だったですけども、まさにその細かく丁寧にこうつながっていく、丁寧に人に寄り添っていきながらそうやって輪を広げていく、それが団体間連携がちょっとこの弱い時にこういう丁寧なつなぎ方が非常にいいんではないかということをですね、とても実感としてね見てくださったということなんでしょうね。このどうでしょう、沖縄の2人はなんかこのコミュニケーション力の高さっていうのは、今はこの沖縄から離れてね、この2人も東京の学校にいるんですけども、そんなのは感じたりしますか？そうですね、やっぱ私那覇出身だったんですけど、やっぱ自治会とかはなかなか参加できず、昨日はその分なんかそういうコミュニティが強いなっていう感じはものすごい感じました。私も東京に住んでて、で今回帰ってきていろいろフィールドワークする中で思ったのは、すごい地域間の仲がいいっていうか、顔を知ってる関係で会ったら挨拶するとかっていうのが、私が住んでいた区ではなく全然せめてアパートとかマンションで挨拶交わすぐらいだったので、そういう、昔から住んでる人がつながってるっていうのもすごい沖縄の特徴であって、すごいいいところだなと感じました。なるほど。この何でしょう、沖縄の人の何か性格とかなんかキャラクターとかそういうのも影響してるのかな。これ金井さんがこの沖縄の人の性格もちょっと踏まえながら考えてみたいということをね、伝えてくれてるんですけども、ちょっとこれは矢部君にも金井さんにも聞いてみますかね。本当にこの大駒だらから子どもたち保護者に至るまで、本当にそのコミュニケーションを丁寧に取るということを沖縄の人、特に地域の人はよくされてますけども、沖縄の人の性格って外の本土の人から、特に東京で学ぶ学生から見てどんな風に見えましたか？これちょっとまず矢部くんから聞いてみようか。なんかこの今回たくさんの方がねリモートを通じて皆さんとおしゃべりしてくださいましたけど、この人たちを見ていて何かこう性格とか、あるいは県民性みたいなの、そんなの感じたりしました？でこれがコミュニティの強さ、あるいはコミュニティを支えようというところにどうつながってるかみたいなところまで、もし気づきがあったら教えてほしいんですけども、どうでしょうか。矢部くんからいきます。はい、そうですね、そうだな、なんかでも元気なイメージはありますよね、やっぱり。あ、元気なね、なん健康的っていうか、声が大きかったりもしましたし、なんかすごい近くにいる親戚のおばさんたちよりはすごいなんか直接話したわけじゃないんですけど、話しかけてくれそうな感じはすごいしました。なるほど、確かにそう、
今回登場してくださった自治会長さんとかね、いろんな方、確かにみんな声が大きいし、なんか元気で健康的だよね。でこれ矢部君がこれは何ででしょうってね、この授業の間でこの指摘してくださったのが、宜野湾市の、まあ、社協のキャッチフレーズで笑顔っていうのがあるんですよね。でこの笑顔っていうのはあえて、なんであえて笑顔を強調してるんでしょうっていうのをね、矢部君がね、疑問に思ってくれたんですけども、これはなんか僕らはちょっと新たな気づきだったかなっていう気したけど、2人どうでした、そんなあたり、笑顔っていうことに対して。なんか挨拶運動とか、スマイル運動みたいなのを、確かにあったなって思って、県外に出てからは見たことないので、なんか沖縄の特徴なのかもしれないなっていうのを初めて感じました。そうですね、うん、内地に行っても確かに挨拶運動とか聞いたことなくて、で OB林のどなたかが指摘してくださったんですけど、はい、矢部さんなんですけど、東京で挨拶したらちょっと不審者に間違われるみたいな、そういうのも聞いて、なんか沖縄はすごいみんなフレンドリーで、かつこうなんか警戒心がないっていうわけでもないと思うんですけど、まあ親戚が多いのとかもあって、日常的にコミュニケーション、ちょっと遠い人ともコミュニケーション取る機会とかも、まあ、あるから慣れてるのかなとかも考えたりしました。なるほど。まあ、笑顔って自分たちのこの良さをもっと生かしましょうみたいなところがあるかもね。そこをもっと生かそうよっていうのが、まあこの笑顔推進運動かもわかんないですけども、金井さんはどう感じられましたか。私はやっぱそのさっき話の中にあったような笑顔っていうのもあると思うんですけど、やっぱ積極性がすごいなって思って、なんか絶対にその自治会とかに入んないって、ずっと入ってない人にずっと訪問し続けるのって絶対本州の人じゃ無理なんですよ。絶対あの人はもうダメだなって、まあ、諦めちゃうことは多いと思うんですけど、結構実際私も見てきたことも多いですから。でも沖縄の人たちはそういうことがなくって、その入っていない人でもその入る気がまあないって言ったらあれかもしれないんですけど、その人たちにも積極に関わっていくっていう姿勢がとても素晴らしいと思って、それがそのコミュニケーションの維持につながっているのではないかと思ったのと、やっぱその笑顔っていう面で、例えば今回のリモートの時でもマイクが入ってなくて、マイク入ってないですよっていう話の中でもすごく笑い合っていたじゃないですか。それってなんか本州だったらなんか笑って、なんかマイク入ってないですよって言ったら、あすいませんってなんか縮こまっちゃうっていうちょっと傾向があるように感じて、やっぱそういう少しのミスでもやっぱ笑い合える、そんな中があるから、そのコミュニケーションがどんどん積極的ですごいいいものになっていくのではないかなって思いました。ありがとうございます。これは県民にとってすげえ嬉しい話ですよね。なんか褒められた感がすごいあるんですけど、まあ、確かに積極性っていうかね、意外に沖縄の人しつこいんかもね。しつこくこう絡むというか、しつこくやっぱりつながるというところは、ちょっと関西の人にも似てるところがねあるんですけど、そういう嫌いが意外にあったりする。これは沖縄の人も気づいてないですよね。なんかね、でも意外にしつこいのかも分かんないし、それが多分コミュニティをなんとかつなげていこうというねことになるんかも分かんないなと思いました。はい、矢部くん、金井さん、ありがとうございました。はい、ここまでまあね3つ、お話伺ってきましたけども、なんかね、1週間フィールドワークをしてきました。そしてまあ今日も皆さんにですね、ご登場、画面を通じて登場していただいて、いろんな意見とか考え方とか、あるいはアドバイスいただいたんですけども、この1週間通じて、まあ、沖縄のいろんな人とこの画面を通じてですけどもね、リアルじゃなくて画面を通じてだったけども、すごく皆さんね、質問の質が深まったし、話を聞くのが上手になった、そして質問するのも上手になった気がします。ぜひこれからもですね、この沖縄学入門のこのフィールドワークで学んだこのコミュニケーションのこの技術ですね、特に沖縄の人の、まあ、笑顔とか積極性というのもあったですけども、そんなことも参考にしていただきながらですね、これから皆さんも地域の、ね、人材になっていただけたらと思います。
桜美林大学沖縄学入門基地のある町に学ぶコミュニティパワーですね、リモートフィールドワークの総集編としてラジオディスカッションをお送りしました、宜野湾市の皆さん、たくさんの方にですね支えられていただいてですね桜美林大学の学生たちが、学びを終えることができました。皆さんどうもありがとうございました。そして桜美林大学の皆さん本当に、1週間ありがとうございました。お疲れ様でした。これにて、この番組を終わりたいと思います。はい。